ウィッカの博物館で展示されているガードナーの肖像が、ジェラルド・ガードナーは、イギリスのオカルティスト、著術家、ウィッカの事実上の創始者である。リバプール近郊のブランデル・サンズに生まれ、ヨーロッパを転々とし、青年期以降は、南アジアや東南アジアで、プランテーション経営などに携わり、1936年まで、イギリス領マレーで、税関職員として過ごした。 一方で現地の民族や土着の呪実にも関心を示し、独自の研究を続けていたらしく、刀剣に関する著作も書いている。悠々自適に暮らせるだけの財産を得て、税関を退職し、イギリス本土移住後の1939年頃、当時ニューフォーレストで活動していた、オールドドロシークラッターバックからイニシエーションを受け、正式に魔女として活動を始めた。その後、 晩年のアレースター・クローリーの協力も得つつ、独自のウィッチクラフト体系を構築した。イニシエより魔女が筆写して受け継いできたという影の書をガードナーらは創作し、影の書は今日でも魔女集において、個々人が所持する秘伝書を指す用語となっている。1951年、ガードナーはセシル・ウィリアムソンというオカルトマニアによって満島に設立された。 魔女博物館の駐在魔女となる。彼の元に集まった人々によって、後にウィッカと呼ばれる潮流が生まれることになる。1954年には、今日の魔女術を表し、ウィッチクラフトはイングランドに存在していた、ベーガン宗教の残存物であるという説を解禁。当初は、ある程度の成功を収め、イングランド中に、多くの魔女の花分が生まれるきっかけとなった。EN。 エコエコアザック呪文、ありがとうございます。